元日1月1日に発生した令和6年の都半島地震にる報道特別番組に伴い放送休止となった ABC テビテレビ朝日系芸能人格付けチェック2024をガツスペシャルが7日午後6時9時56分に放送された同番組は連と俳優ミュージシャン芸人たちが一流メンツをかけて 味覚や音感などを試すチェックに挑み、目利きを間違えれば、二重、三流とこう。果ては、つす価値なしの楽園を押されて画面、ラキエルクイズバラエティ。71連勝中の絶対、モノガクトが、連勝記録を伸ばすのか、注目されている。他、今年のガクトのパートナーも放送で解禁。収録前、スタッフとの通話でガクトは、嫌な季節がやってき、したと、格付けチェック。 についてぼやく。今衣装は100%ですけど、気分は、ダだ落ち飛ぶ。焼けながら、一人は、きちいとパートナーを希望た、たそして、本人たっての希望として大吾が登場。学徒は、ハイド、罰じゃないですか結構、ポンコツとぶっちゃ。大吾は、プレッシャーが半端なくて、今まで3回で、せていただいたんですけど、今思うと、あの頃、楽しかった。 正直な話、KT ですと第五で話し、帰りた、と、本音。ガクトは、二文字じゃねえかよと突っ込んでい。そして、チェック四の、弦楽オーケストラで、第五が真っ赤の不正解を選んでしまう事態に、モニター、死で見ていたガクトは、なんでだよ、あいつ。ミュージー、やん向いてないとばっさり。不正解と知ると第五、やべと、大慌てで天を仰いだ。スタジオに戻った。 来ると、大悟は、土下座。僕に謝らなくていいから、ハイドに、れ。そして、お前を選んだ、妻の北川恵子ちゃん。謝れと学徒に促され、大悟は、ハイドさん。そして、妻の、恵子、申し、ありませんでした。と、全力謝罪をしていた。で、司会、浜田正俊アシスタント、広戸歩みです。チーム前川清ファミリー、前川清志、高武氏。 前川優、チーム学と、学と、第五チームガラスの城、春、高島正信、高意コールは、小高チームオッサンズラブ、田中圭、林健と、無ある、閉ざされた雪の山荘で、中条あやみ、宮正太郎チームの二坂46、梅沢みなみ、与田ゆうが、春か、井上はチーム芸人、ブラックマヨネーズ、杉隆一、吉田隆、高安都俊、高俊、